現役フィナンシャルプランナーが実践する幸せを運ぶ不労所得のすすめ。この番組は現役フィナンシャルプランナー藤井が実際に最前線で培ってきたお金の知識やノウハウ、不労所得で幸せに生きるためにこれまでチャレンジしてきた数々の失敗談や成功談についてご紹介する番組です。それでは番組をどうぞ。藤井さん、インどうしたどうした急に。あれ知らないんですか。どうした急に。インえ、ちょっと気持ち悪いんですけど。まさか2018年の M1 グランプリの決勝戦見てないんですか。あ、見てないです、すいません。あー、それはチョコプラ、チョコプラ、チョコプラチョコプラいなかったでしょ。ごめんなさい、そうそう、見てないんですよ。前も言いましたよね、なんかね。もう、見るって言ってたじゃないですか。見ますって。見る見る詐欺ですね。見る見る詐欺ですね。はい。もう、いや、先ほどね、ちょっとまあこれ、収録が本日は2本撮り、3本撮りとかぐらいなんですけど、はいはいはい。一発目に OCBC の、はい。じゃないですか。うん。あ、それがインドネシアの話と。ということで、うんうんうん、18年 M1 グランプリ決勝戦、うん、ジャルジャルのネタ。あ、ジャルジャルだったんだ。ジャルジャルです。あ、ジャルジャルが残ったんですよ、決勝戦に。あの、優勝したわけじゃないですけど、うん、そのジャルジャルのネタで、うん、国名分けっこっていうのがあったんですよ、うんうんうん。国の名前を分けるっていうだけのゲームなんですけど。インって言ったら、うん、ドネシアって言うんですよ。っていう、あの、ちゃんと、ジャルジャルやってるネタを見たらすごく面白いネタなんですけど、まあ、藤井さんが見てなかったから何もやってくれなかったですね。いや、わかんねえよ、それ。ちょっとダメですね。残念です。イン。ドネシア。ちょっと違う？ちょっと見直してください。はい。あのね、はい、毎回思うんですけど、本当ここから聞いてる人は、何のポッドキャストでたどり着いたか分かんないと思うんですよ。ここから行きますよ、ちゃんと本番。はい。ここからが本番ですからね。なんかもう急にね、ジャルジャルの話されて、あれ不労所得の話じゃないのこれ、みたいな。しかも去年の年末っていう、ちょっと昔の話を。はい。またね、もうレビューでディスられますからね、そんなふどけてばっかりだと。しょうがないんですよ、藤井さん。はい。そうなんですか、僕が。じゃあ行きますよ。はい、お願いします。なんと今回はですね。はい。これ、このポッドキャストでもよく話をしてきた、今日のテーマはですね、資産構築 1.4 倍運用術を本格的に分散する話。お、はい、ね。はい。あれと、資産構築 1.4 倍運用術っていうのは、もうこのポッドキャストでもかなり話をしてきましたし。例のやつですよ。はい。あ、そうですね。一部では例のやつっていうふうに言われてるやつですけど、これを分散するんですか？うん。ですね。まあ、分散っていうかね。まあ、もちろんそれはそれとして、はい、今後も、自分のポートフォリオの中にも当然入れていくんですけど、ただまあ、ちょっとね、まあ利回りが落ちたりとか、いろんなこう、なんていうのかな、外的要因も含めて、ちょっと分、もっと分散しなきゃいけないなっていうか、少しフェードアウト気味にしていって、まあ別のね、ところに、まあ、いいのが見つかってるので。あ、そうですか。はい。なので、やっぱそっち側にね、こう、まあ、手前味噌ですけど、こう、舵を切っていこうかなっていうか、まあ、それを聞いて判断す、僕の意見でね、判断しちゃいけないんだけど、こういう世界って。うん、でも、とはいえね、やっぱそこを信じて、こう、やってきたっていう人たちも、中にはいると思うんですよ。うん、ただやっぱ単純に一社専属っていうのは単純にリスク抱えるし、うん、
まあ、同じ、じゃあ300万あるうちの150は、とりあえず今まで通りやっといて、もう150は、その別のね、ところで、運用できたら、運用する方が安全じゃないですか。あ、まあ、そうですね。はい。なので、まあ、そういうのも一つね、見つかってますし、そっちはそっちで、ね、利回りが、やっぱり平均 3% とか、はい。年間じゃないですからね、はい。あ、それが、まあ、例のやつですよね。まあ、それも例のやつって言ったら全部例のやつですけど。ああ、まあ、確かにそうですね。まあまあ、そのよく藤井さんも言われるポートフォリオっていう考え方で言うと、うん、まあ、いくらいい案件で、うん、先回ってと、信用回ってとは言いつつも、まあ、いつどうなるかわからないものなので、しっかりとポートフォリオを組んでいく、分散していくっていうのは、確かに大事かもしれないですね。うん、そうですね。まあ、きっかけとしては、やっぱり利回りが、その 1.4 倍の方が落ちてきてるし、っていうのもあるし、まあ一社専属とかっていうのは当然良くないなっていうのはもう最初から分かってたし、まあちょっと外的な要因もあって、別にこれ、ね、今やってる人が、ダメとかってそういうことが一切ないんですよ。全然一切なくて、僕も今後もやっていくけど、でもそこの力の入れ方を変えていって、そっちにね、例えば、全部あるうちの、こう、余剰資金の中でやっていくうちの、なんか、6割とか7割ぐらいのイメージ感で今まで力を入れてたのを、4割とか3割ぐらい減らして、こっち側に持ってくるっていうな。で、それなぜするかというと、単純に利回りが高いっていうのもあるし、より法的な根拠も強いっていうのもあるし、はい。まあ、法的なところと、あと利回りのところが大きいかな。まあ、まあ、そうですね。これは僕の知ってる例のやつだとすると、藤井さんはかなりそこの部分が詳しいですね。そうですね。法的と税務的にもね、やっぱり。うん。なるほど。結構ガチガチだし、運用の仕方もかなりガチガチだし、うん。という意味で少し舵を切ってもいいのかなっていう判断をしていくので、まあ別にやめるわけじゃないんですよ、1.4 倍はね。やめるわけじゃないんだけど、その力の入れ方を変えるのと、こっち側に持ってくるのと、っていうのをしていく方が、僕自身がいいなって判断したんで、あえてね、ちょっとここは、今回はこの発信をさせていただいております。はい。なるほど。新野さんも知ってるじゃないですか、ね、力の入れる 方の先のやつは。そうですね。まあ実際僕も、まあある種関わってますし、投資してますんで。利回りも良かったでしょ？多分出金されてましたよね。そうですね。この度出金しましたね。うん。実際、そうですね。やっぱ月、まあ、今回で言うと 3%。ぐらいですかね。ちょっと 3% 弱ぐらいですかね。うんうん。ほぼ 3% ぐらいですか。月で言うとね。はい。何ヶ月分か引き出してましたね。3ヶ月分かな ?4 ヶ月分か。3ヶ月分ですね。はい。確かに。うん、ただまあそっち側の方はね、1.4 倍は一口のロットがちっちゃいからいいっていうのも当然あるわけですよ。うん。こっちがちょっと高い、ハードル高くなっちゃうんで、まあ、一長一短ありますからね、それはね。はい。なるほど、そうですか。まあ、イメージ的には、こう、1.4 倍で、こう、ちょっと雪だるまを少しだけ大きくして、その雪だるまを半分に割って、で、両方に入れるとか、3分の2割って、3分の1、1.4 倍、3分の2こっち、みたいな。うん、イメージですかね。なるほど。うん。ちょっとここはですね、まあ、内容わからない方に関しては、うん、どういうふうにしたらいいですかね。ちょっと興味がすごくあるっていう方は。うん、まあ、とはいえ、僕自身の
運用の中のポートフォリオの一つである資産構築 1.4 倍運用術っていうのがあって、これも昔は、まあそれに近い利回りが出てたんだけど、この度下がりますっていうのと、あと、その法的なところですよね。そのグレーなところも、まあ、なくはないんで、はい。そういう意味で言うと、当局の目とかもね、あったりするので、まあそこの部分がよりクリアなんで、そのこっち側の方が。はい。利回りが高くて、で法的なところもしっかりしてて、税務的なこともしっかりしてる。で、運用のされ方も、結構分散して運用してるっていうことを考えると、うん、やっぱトータルの総合力はこっちの方が勝っちゃうんで。うん、なるほど。はい。ちょっと、こうね、このポッドキャストが聞いてる人は何言ってるか分かんないけど、そういうのがあるんだなと思ってて聞いてほしいんですけど、その 1.4 倍とか特にやってる人はね、その事実はお伝えしてあげた方がいいかなって正直思います。ただ、両方をもちろん、こう、倒産するリスクだってあるし、ね、ダメになっちゃうリスクだってあるから、だからこそ分散が必要なわけじゃないですか。はい。はい。で、その第2のね、1.4 倍、第3の 1.4 倍はまたどんどんね、第3、第4、第5と僕も探してこようと思ってるんで。はい。うんうん。まあそういう意味でもね、ちょっと耳を傾けてもらえると、参考にしてもらえると嬉しいなと思うし、まあ具体的にね、ちょっとこういう公共の場で言いにくいところもあるんで、具体的にはちょっと直接僕の LINE かなんかで問い合わせしてもらえたらなっていうところは、ぶっちゃけあります。はい。はい。わかりました。じゃあちょっとここは、これ以上の詳しい話ってどういうものかっていうのは、藤井さんの、LINE だと思うんですね。はい。聞けばいいと。ちなみにじゃあ LINE アットはどうやったら登録できますか？え？どうやったらできるんだろう？メールマガジンの中にあるかな？メールマガジンの中にはありますね。YouTube のリンクにもあるかな？ちょっとじゃあ、今回の、やつの説明欄に、URL を貼り付けますか？あ、そうっすね。はい。そうしましょう。はい。で、URL を、おそらくですね、ちょっとこの、ポッドキャストの説明欄から、リンクは飛ばないはずなんですよね。ああ。まあ別に、いいんじゃないですか。じゃあ、Facebook で僕を、探してもらったりとかして、あとブログも最近ヒットするんで、僕の名前でヒットしたら、ブログには、LINE アットの友達になる動線引っ張ってるんで、それでいいと思いますよ。ああ。じゃあ、ブログ、妻は一人ブログでしたっけ？いや、こら、稼ぐ、増やす、守るブログですよ。はい。妻を増やす。いや、違う。うまいこと言いますね。キレキレですね、今日も。妻を増やすとか、妻を稼ぐとかね、やめてください。下品なことは、本当に。守るっていうのはいいんですよね。妻を守るっていうのはいいんですよ。これがね、このポッドキャストが終わった後、そのお姉さんのナレーションが入って、稼ぐ、守る、増やすブログにアクセスいただきて言うんですよ。はい。怖いですね、本当に。じゃあ、そのですね、稼ぐ、守る、増やすブログですね。はい、お金を稼ぐ、守る、増やすブログっていうのをちょっと検索してもらう。もしくは、Facebook の方で、はい。だとし、名前で。ね、出ますんで。はい。まあ、どうですか、それで。イン。ドネシア。さよなら。本日の番組はいかがでしたか？番組では、フィナンシャルプランナー藤井に聞いてみたいことや質問を募集しています。方法はスマートフォンで FP 藤井とインターネット検索をしていただき、 FP 藤井の稼ぐ、増やす、守るブログにアクセスいただき、その記事内にある LINE で友達追加をクリックすると、 LINE にてご質問していただくことができます。今なら
藤井が実際に有料で販売していた新規キャッシュポイント構築セミナーの動画を漏れなくプレゼントさせていただきます。またフィナンシャルプランナー藤井が不定期で配信している新規不労所得情報メルマガも無料で購読していただけます。どうぞ合わせて読んでみてください。こちらの感想もお待ちしております。それでは次回の番組もどうぞお楽しみに。